にちは、手余れのヨッシーです。今回のコメントはこちら。その便秘薬の飲み方は間違っています。で、ショートのコメントなんですけれども、シャバシャバになりすぎて我慢できませんということで、コメントいただきました。ありがとうございます。おそらく、まあ、シャバシャバということなので、水分が多く、まあ、少し下痢気味になっているっていう状態なのかなと思います。そうすると何の下剤を飲まれているのかっていうところが、まず気になりますが、ちょっと、シャバシャバであれば、少し水分は多い傾向にあるのかなと思います。はい。私、高齢者介護をしているもので、まあ、高齢者によく出る便秘薬のお話をこの動画でさせてもらったんですけれども、まあ、こちら本編、ショートは、ショートであるんですけれども、本編はこちらの内容になります。これも概要欄に貼っときますので、もしよかったらご覧になっていただければと思うんですが、よく高齢者介護の現場だとですね、このセンナーとか、センノシド、アローゼン、プルゼニド。これ薬のお名前ですね。セノサイドとか、マグミットとかですね。バルコーゼって言われたもの。よく処方されてる高齢者の方多いです。まあ、あとは、ちょっとね、ラキソベロンとかあるんですけれども、感情とかね、あるんですけれども、このラキソと感情とか除いて、アローゼンとか、このプルゼニド、セノサイドとか、マグミットとか、バルコーゼっていう、下剤に関しては、どういう効果があるかというと、こちら、ホームページはですね、金町中央病院さんの引用させてもらうとすごくわかりやすいんですけれども、こちらの特徴が書いてありまして、なんて書いてあるかっていうと、便に水分が染み込んで、便が柔らかくなるとかですね、このアローゼン、プルゼニドとかセンノサイですね。あと、マグミットということで、腸管内の水分を吸収させることに便を柔らかくし増大し、その刺激により便を催すとかですね。バルコーゼってお薬に関しては多量の水分を含んで膨張し、排便を促すということで、要はですね、水分がないと、このお薬を飲んでも、なかなか便秘改善の効果は得られにくいっていうのがありますので、水分を飲んでいただくと効果がありますっていう動画を出させていただきました。はい。なので、ちょっとね、シャバシャバであるとかですね、水っぽいって場合だとちょっと効きすぎているとか、お薬が、ラキソベロンとかですね、ちょっと下痢っぽくなるお薬を飲まれていると、ちょっとそういう傾向が出がちになりますので、そうじゃないです。強い下剤じゃなくて効かせるというところであると、水分飲んでいただく下剤っていうのが多いなというところが、私、介護の現場をしていて思うところです。はい。ということでです。まあ、そもそも便秘でお悩みになられている方で、お薬を飲んで、下剤を飲んでね、こう、排便を促そうっていうことは、これは必要なんですけれども、まあ、そもそも、高齢者の方って水分が少なくてですね、脱水傾向にあったりしますし、これは、高齢者に限らず、全人口っていうと変ですけれども、まあ、子供から大人まで、便秘がちって言われる方には、水分取りましょうとかですね、運動しましょう、食べ物をよく噛みましょう、ね。食物繊維取りましょう。そういったアドバイスがよくされます。というところで、体の機能が衰えて便秘がちっていう、この傾向にありますから、もう水分を飲むっていうことによって、便秘も解消できるし、脱水も解消できて、この認知症の症状で、こう、うとうとしたり、ぼーっとしたり、不穏とかですね、イライラしたり、暴言暴力が出るとか、まあそういったありとあらゆる結構認知症の症状、BPSD には、この水分を飲むことによって、すごくね、収まる傾向がありますので、ぜひ試していただきたいというところで、いつも情報発信をさせていただいてます。シャバシャバになってしまっているということであれば、ちょっと下剤が効きすぎっていう可能性がありますので、お薬ですね、先生とお医者様とですね、調整していただいたり、薬剤師さんの調整していただいたりというところで、ご対応いただけたらなというふうに思います。ということで、本日も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。